うん、オッケー、できた。今のでよかったんだろうかと思いながら。すごい、でも転職楽しみじゃないですか。うん、ね、楽しみではある。同世代の園長先生だからさ、うん、やりやすそう。その方も男性なんですよね。そうそうそう目の前で喋ってるもん、ただでさえ入れ替えが激しいんだから、うん、この人が辞めたらどうなるか分かりませんからね。でそばでぐじぐじっとるわけで、自分ずっとやってるからもう喋ってる意味が分かるわけ、うん、もうこの話視点って今までの内容が分かるわけ、もう予想できるわけ、はいはいはい、ああ結構やばかったんだなとということはもう園長の子にもたくさん使ってあげようって、通知を送信でいい。はい、あ、疲れ、ありがとうございます、埼玉の子さん。じゃあ、そろそろ行きます。はい。はい、という、お願いしますね。すいませんね。ということで、あ、なんだっけな。ぐちゃぐちゃなってる。アンサーの時間です。よろしくお願いします。私、原が進行していきます。ああ、ぐちゃぐちゃ。この番組ではメッセージを募集しています。メールで。アドレスは fm797@fmkino1.com、また fmkino1 ではツイキャスト、YouTube での映像と音声をネット配信していきます。よろしくお願いします。ということでですね、さあ、ラストの、あれだ。はい、します。で、まあ、前の収録がね、なんかあんまりズドーンってくるものだったから、クイズ形式でいこう。ものの数え方、多分これは分かると思う。ウサギ、ウサギは1なんでしょう。はい、なぜ和でしょう。なぜ和、はい、ウサギ、はい、それ分からない。これ有名な話。有名なの。この仏教か、仏教っていうのは分からなかったんだけど、はい、仏教の教えでさ、四つ足の獣は食べることができない、はい、ということで、あの牛とか馬は食べれないんだ、はいはいはい、でも肉を食べたい、分かる、はいはい、鳥以外を食べたい、うん、違う、あの日本たったりか、あの肉食べたいさ、はい、でウサギならいいんちゃうやったわけ。なんでウサギになったか分かる？分かんない。ウサギって歩くと思う、飛ぶと思う。飛ぶ？その通り。飛ぶということは鳥ってご一緒？そう。ということは数えるときは1羽？そうです、だ1羽のとき。へえ。ウサギも食べてた、食べたおしえみたいな要はこじつけさ。ひねくれてる。なんでタコ一番わかるでしょ、はいはいはい、タコは江戸時代なんて言われてたかわかる。タコ、うん、わかんない。イカ揚げ。イカ揚げ、うん、だからタコの形見てごらん。イカの形したのあるでしょ、横に長いのかね。タコって横に長い2本、横に長い2本で手みたいのがあるさ、はい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 、はい、うん、あれイカの足みたいさ、イカの手みたい、手みたいさ、うん、だからイカ揚げ、うん、で、なんでイカ揚げ、タコ揚げになったか、タコ揚げをやりすぎて仕事をしたくしなくなった、はい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 、大人が、はい、だからイカ揚げは禁止だって言ったら、うん、だからじゃあタコ2回ねって言ったから、うん、タコ2回だっけ、イカ揚げダメだ、ね、これタコだよ、うんうんうん、ダメなのって言ったら、はぁ、いうことで高揚げになってる。っていう話からずれたんだけど、で、これわかるかな。単数は人。単数は人？人。どういうこと？単数は人？人。何でしょう、質問ですか。人、サオ、人、サオです。
あ、なに、あ、人竿って数えるの、炭素。へえ、知らなかった。人竿。あ、人。そう。で、なんかこれがさ、中持ちってわかる？わかんない。中持ちって言ってね、あ、今の収納段差がある。はいはいはい。収納ボックス。はい。あんなみたいなものがあるわけ。うーん。っていうのを中持ちって言うんだけど、はい、で車輪をつけた車中持ちっていうのが用いられていたと。うん、で移動するために、一斉に持ち役道が塞がれてたくさん人が亡くなったね。事故な。それが元だし。なるほど。そうそう。大工さん、今の大工さんは昔の大工さんでさ、うん、持ってるものわかる？このあのこうカンナとか、はい、のこぎりとかを入れるもの見たことある？このね。中持ちを持ってる、はいはい、東京あの大工さんの昔の大工さんの見てごらん、うん、中持ちって言わないからああいうの持ってるよ。あ、そうですね。そうそう、昔のあれだ、あの宮大工さん、あ、宮大工さん、宮大工さん中持ち持ってる。中持ちって言わんかった、言わんかな、うん、あの人たちは穴の中に木で作った、はい、でそののみとかを全部今でも入れてる。今みたいな、なんかこうやって持つものじゃなくて風呂敷に入れてこう持ってくる。はいはいはい、ええー、かっこいいですね。うん。で、カニ。カニ食べれるから分かる？カニ一匹じゃないの？うん、一杯。一杯？なんだけど、これがね、器のように見えてるから灰なんだけど、はいはい、生きてる位置は一匹なんだって。うん、でボイルされたらいっぱいなんだって。そうなんだ。生きてる時はこんなさ、はい、だ一匹ボイルされたらこんななるさ。あ、なるほどね。器さ、一つやっちゃうから、一杯二杯って。そういうんだ。あれはあれはこの子の卵、たらこと明太子は、明太子、うん、一個とかじゃないなんかこれお腹の中にあるさ、はい、お腹の中から1個しか出てこないから一腹なんだっけ。うん、面白一腹、一腹で、これが2本で一つになってるのあるさ、はいはいはい、それは一腹なんだって。へー。で、これ分割すると2分の1腹、片腹っていう、はい、へー。で、柱わかるでしょ、はい、柱は柱、家の柱よ。人柱？うん、人柱。うん、そう。人柱。柱で、でもね、お守りに、でも1体、2体っていうのもあるらしい。うん、なんでこれ？あ、違うな、ごめん、神様だった。で、お守り、お札。これ、自分も初めて聞いた。なんだろう、一緒なんだ、お守りとお札は、数え方。うん。お守り自体が何だろうかって。お守り一個じゃないってことだから一つの違う。自分もそうなんだと思った。何ですか？お守りには何が入ってるって。何が入ってる？塩。塩だけど、この塩には何の力が入ってるって。眉毛？そう、その眉毛の神様の力が入ってる。じゃ一体ってこと？それ、さっきの。そう、一体。お札も？そう、神様の分体が入ってる。へー、あ、それで1体2体ってことで、位牌、位牌は分からん。位牌、うん、1体、うん、位牌も一緒さ。あ、魂の数え方が柱なんだって、はい、だから位牌には1人の入るから1柱、はい、柱っていうのなんだって。へー、これも知れ。蝶々、蝶々、1羽じゃないか。1頭、そんなごついの。蝶々、頭と数えるのは英語が由来なんだって。へー。うん、ヘッド、ヘッド、うん、ヘッド、アメリカなんだって。家畜の数をヘッドという単位で数えており、動物に飼育されている動物家族のヘッドと使えるようになりました。へ
だアメリカでは家畜もヘッドだし動物園もヘッドなんだって、へー面白い、面白いね、なんだこれ、うん、あこれわかるでしょ、日本刀刀、これも一刀じゃないですか、一振り、一振り、うん、知らなかったということなんだって、へー振るもの、ね、振るものなので一振りって、うん、キャベツ、キャベツは、キャベツ一玉、うん、ピンポン、なんで玉なんね、なんかスイカとかも一玉って言いますよね、うん、玉なんだけど、ね、レタスも玉なんだけど、こでもあります、でもさ、それをめくったら何になると思う、めくったら一個、うん、うんうん、キャベツの葉を1枚取れました、1枚、でもこれを切り取るまでのものを、はいはい、なんて言うと切り取る、うん、切り取る前、うん、また根っこにつながってるじゃん、あそれが一玉でしょ、うん、株、へえ、ちゅうのね、なんか気になってね、なんか面白いと思ってさ、へえ、面白いぜ、三味線、三線、ピンポン、危な、竿は塚のこと言うんだって、へ面白いよね、線と線と一針、一針と一針ることって一丁二丁っていうかさ、なんかすごいよ、豆腐の数え方なんてなんだろうなって、超反発地でサイコロの目が出た時の目を超と言うと一緒ですねって、うん、要はサイコロの形、はいはい、なるほどね、要はダジャレなのね、うんうん、一層二層、一層二層って数えるの超か、一丁二丁、一丁二丁、一本二本とも数えますって、うん、あ一緒だ、ひおむしりハサミとバイオリン、一本じゃないでしょ、一葉、うん、ハサミとバイオリンが一丁、一本なんだって、鳥、鳥はでも多分これなんとなくわかる、なんだろう、多分鳥自体かな、なんか意味があるのかな、ああ、そうなんだ。この鳥ってさ、この上のものを数えてないんだって。下の土台を数えてるって。はいはい。ってことは。この土台になるもの。で、神様を迎える土台になるもの。はい。っていう意味か。ということで、一気に来。って言うんだけど。ということは、鳥居の上にあるあの赤いものはいらないんじゃないと思う。いらない。いらなくなっちゃう。いらないんじゃないと思ってしまうけどダメだね、っていうなんか意味わからん話をしてたんだけどさ、でとりあえずこういうのをやってみたわけで、これをずっとやっても退屈だなと思ってこの話してみようかなと思ってからさ子供たちとかね結構食いつきそうです、そうそう、あ思い出した、子供の姿ちょっと話してみよう、はいはいはい、その前に CM 行かない、はい、ストレス感じないようにしないとな、もう私も全身じんましん出て今皮膚科で注射打って、だから注射の跡があった、そう今日も打ってきて、てかここしなんか注射入らなくて自分の血管が大丈夫なの、なんか失敗されて、なんか採血も失敗されて、でここに結局だからちょっと色のがいしてない、うん、かゆいの？かゆかった。もう今はもうアレルギー検査もしたけど何にもなくて、でも全身かゆくて、顔以外はなんかじんましん出なかったんですよ。うん、それで注射でかゆみ止め打って、
大変だ、薬飲んでじゃあなんかこの前話してたね、そう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 、自分のこの薬指の方出るよって言ったら出るって、アトピーではないんだね、アトピー今も全部傷跡になってますね、なんかこういう感じ書いた跡が、いきます、はい、はい、もう女性なのにだからさ、でも傷跡を治すようにしてます今なんか、ね、大変だね、はい、っていうかゆみの話をしていましたということで子供の話、はい、面白いのがさ、うん、自分保育園でじいじって言われてるの、はい、なんか前話したさ、よく聞きますね、でこのさじいじって言う子よ、うん、本当に、はい、本当こいつじいじって思ってんだなと思うのが、はい、ね、名前何って言ったら、うん、じいじどこっていうさ、うん、じいじこっち、先生どこ、先生こっち、テンションが違うっちゅうね。素直ですね、子供。だからよ、うん、やっぱじいじなのねっていう。なんかもう、うん、そうだけど、もう他の子も面白いんだよな。まあ、こう、自分が座るさ。はい、なんかな、そばにわら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 と来るわけ。はい、最近変わったなと思ったのが、はい、捧げ物を持ってくるわけ。子供たちが、はい、ウケる、おもちゃという捧げ物を持ってくる、はい、先生これで遊んでって言って捧げ物を持ってくるようになってきた、で受け取る、受け取るのはいい、うん、僕これで遊ぶって持っていく人がいる、うん、でたまにこれで喧嘩になるっていう、はいはいはい、でこうガヤガヤなる、うん、で次に 何か来るか、うん、担任に注意されるっていう、うんあんたたち静かに遊べないのかって言われたから、うん、いやごめんなっていうよ、面白いわけよ、わらわらわらと来て、お俺かって、うん、って思いながら、ごめんな、なんか先生来てからってお前たち怒られたなって言って、うん、テンション高いさ、うん、でまた走り回るさ、走らないよって言われてまた怒られるわけ、うん、っていうそばで見て、あんたたち言われたこと5秒くやるねって、面白いわけよ本当に、そばで見て転職するってことはその子たちとも別れてことですか、まあ、別れではあるけど、うん、まあそれはそういうもんかなと思いながらよ、うん、でもそうですよね、うん、毎年学年は上がっていくものだから、そうそう、ただね、仲のいいことはなんか連絡取り合いたいなと思って、うん、自分をじいじって言ってる二人がいるわけ、はいはい、ほとんど男の子と女の子いるわけ、うん、スーディーからお父さんと連絡取っとこうかなじいじから連絡来てるよって、うん、なんか面白そうだなと思って、ね、そうですね、確かにで、このじいじって言ってる子何棒っていう、もう棒つけるわけさ、うんうん、お家でこれもまたこれも喋ったか、こうお母さんが、うん、母さんボーボーだから何ボーボーって言うからなって言ったら、うん、お家でボーボーって言うなボーボーって金田先生から毎日言われてるって言ってたよって、うん、はっ嫌いだったの吐くもんって言ってって笑うだけ、うん、どっちやねんなんででしょうなんか呼ばれたいんだですね、あだけどこの棒ってつけるのは自分がしかダメらしい、はい、ああなるほどね、そういうことかっていう、もうなんか かわいいやら憎たらしいやらかわいいっすねっていうよ、かわいいのがいるわけよ、うん、保育士の醍醐味だね、確かに、なかなかね、関われないですよね、自分に子供いないと、子供とだからね、うん、私とかも全然、甥っ子姪っ子がいるから、うん、多分、子供できたら思うはずよ、なんて可愛いと思う、あ、可愛いってね、確かに思いそうです、うん、自分の子供だ、本当に可愛いんだけどさ、うん、なんだろうな、たまに自分の言うことだけ聞いて、はい、他の言うこと聞かないとかあるさ、あ
そこで別れるのがさ、はい、それを許す人か許さない人か、うん、自分許さないタイプだから、はいはいはい、うんって自分のことは聞くけど他の先生のこと聞かないよね、さっきからずっと見てるからねって言ったら、あわじらずらか、うん、とか、うん、ということでもうじいじは遊びませんさようならって言ったら、うん、いやーってなんだっけ、うんうん、知らない話聞くか聞かないか見といてあげるからそれで判断していいって言ったら、うんうんうんって言るわけ、うん、やっぱ聞かないさ、うん、何ぼー聞かないんだねって言ったら大慌てでやるわけパタパタするわけ、はいはいはい、何も喧嘩するんだね、喧嘩しない仲良くしてって言ったけどいいよねって言ったらパタパタしてくる、渡してくるどっか行くわけ、うん、いや別にそこまでしないでいいんだなってかわいい別に渡せじゃなくてさ一緒に遊ぼうっていいんじゃない、うんうんうん、かもするわけだからよ面白いね、ねえ子供たちは2、3歳でもこんなのあるんだねと思って、そう面白い。保育士の先生たちって何歳が得意とかってあるんですか、うん、人によって変わる、でも上手な人は何でもできる、あどこでも、うん、自分は基本的なんでもいいかな、何歳でも OK、 ただ体が大きいから、はいはいはい、とりあえず嫌われる、嫌われる、怖がれて泣かれる、っていうのがあるから、うん、とりあえず赤ちゃんクラスに入るときには泣かないよね、一言言うわ、泣いちゃいけない、泣くんだったらちょっと離れとこうねみたいな感じで話してみる、うん、なんかこう追い込め一個いたっけ、はい、います、指舐められたことある、あんまり記憶にないですね、あのさ多分小さい子とかいるさ、はい、こう抵抗持つさ、はい、こうやって、うんうん、で膝とか触らせてなんかウィンヤンもこうやってやってるさ、はい、生温かい時があるわけ、うん、そういう時何してるか分かる、何ですか、赤ちゃんって面白いんだけどさこの指をさ、はい、一本一本こう触る、うん、で自分のフィットするところを探す、はい、それ以外にやることがある、うん、味見するわけ、でこの指ちょうどいても味はなんか違うな、隣の指味はもうちょいかなってちょっと隣、これいいかな、日産と舐める、ちょっと待って他の舐めてみる、ちょっと違うな、ちょっと違うな、これかな、ちょっとこの指がいいかも、ちょっとつまみ食い、チロ、もうちょっと舐めてみようって言ったら終わりよ。ベローンってこられて、おい、口の中でベローンって言うわけ。何してんのって言ったら、ってかベローンって舐めてるわけ。おいしいって言ったら、って笑って満足そうに舐めるっていう。で、それは何だろうって思ったら、はいはい母乳かなと思ったりした、母乳、この慣れている母乳の口と味どんなかな、これかな、この指かなって、なるほど、でこれが結果的に何につながるかっていう、はいはい、つなぐ手に決まってくるわけ、大きくなって、大きくなったらこう大人の手をさ吟味するわけ、はい、だこの線、この大人の指はこう小指か長というか隣指とか、あこれ最近小さくなってきたんだよなって、隣うん親指、あ親指ちょうどいいかもしれないと親指こうやるさ、で子供って自由さ、分回すさ、関節を決めてくるわけ、うん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 、あがが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 がってからにえって言え、そしたらいい、言ったらこうしたら俺を見てくれるってぶん回して回してくるとかさ、
ていうふうに、なんか子供の動きの変化、はいはいはい、面白いよ。すごいな。子供できた時試してごらん、ね、こう指とかこう触るさ、絶対舐めてくるから、ね、で大きくなったら大きくなったで手つなぐっていう時に、うんうん、これ小学生までやるからね。へえ、結構大きくなってくれるね。やるやる、小学生までやる。で幼稚園生、自分の娘なんてこう手つなぐってやったら、うん、顔見ない、指を見ない。へ、指見てからちょっと言ってそうって、今日こっちなの、ピッて指触るわけ、あ今日こっちなんだって。でもギュッとつなぎたいときはここをギュッてやるわけ、はいはいはい、だけどちょっとだけでいいかなっていうときには指2本とかなるわけ、うんうんうん、っていうのもまたまた面白い。へえ、一応選んでんだ。選んでるんですね。っていうあれかな、てか大人のさ、カップルとかいるさ、はいはい、腕組みがいいとかさ、うんうんうん、どこを掴むとかさ、うん、なるほど、あんなんなんかなって思ったりしながら見ているわけ、はい、あれさ、もう男は男、女は女で、彼女、うん、彼氏のこの掴みたい手の掴み方とかあるさ、うんうん、ねえ、なんか分かる、はい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 、こう掴むさ、カップルなんて手を握るさ、はい、なんかしっくりこないなと思ったら握り直さん、うん、あ、分かるか大人も一緒やなっていう、うん、確かに。それか赤ちゃんは味見かプラス味見プラスおかわりプラスみたいな、うんうんうん、で匂いプラスみたいなっていう子供のちょっと面白いなっていう。時間もちょうどいいぐらいですよ。あ、そうなんだ、はい、ということで、はい、まあ一応はいい話ができたんだろうかと、ね、いうことで今週も終わりたいと思います。もう3月になりましたね、はい、もうそうですね、とりあえず転職する人もラスト1ヶ月、転校する人も新しい小学校に上がる子もあと1ヶ月ということで、思いっきりこの月は楽しんでいったらいいかなと思います。ということで皆さんお仕事頑張ってください。さようなら。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、腰痛、終わったら腰痛。